なんかぶっちゃけやっぱ上手い人たくさんいてるんですよ。辻様きりがないんやけど。いやいや本当にやっぱり上手い人はって山ほどいてるんで、でもじゃあ自分には何ができるんやろうと思った時に、やっぱりボーカルギターだからこそ気をつけないといけないことってやっぱあるんですよ。はい、どうしていこうっていうか、まず足元の救済ちょっといろいろ教えてもいいですか。全然 OK ですよ。これ接続の順番ってどうなってるの。俺これこっちでカメラ回さんと多分説明できひんよ。撮りながら喋っていい。全然大丈夫大丈夫。スマホでぞんけど、はい、足元がこうなってる。どうです、もう だいぶ本当にこの感じですか。これ広げてこう踏んでいく感じですね。全部こうやってギターからの出力まずどこに入るんですか。一本のギターはこのインに入って、まあ、ジャンクションボックスですね、うんうんうん、でアウトに出てジャズコに行きます。あ、え、そのアウトはどこに、このボードの中通っていく。あ、そうです。このインに入った後は、ドライバーを通ってのこの順番、こういう順番ですね。あ、でもそうか、これでも直列、直列です。これスイッチャーないもんね。スイッチャーないです、ないです。あ、そうなの、直列なんや。スイッチャーを入れる場所がなかったんですよ。それだけで。それだけです、これ。え、まだ1個ずつこう踏み替えていってるの。めっちゃ忙しくない。めっちゃ忙しいっす。めっちゃ忙しいっす。なのでギターの動機の曲が多いっていう感じですね。あ、実際その場面は実際僕が弾いてるギターはもうサビの1箇所だけだけとか、うん、そうだ、その話をちょっとしたかったのよね。もう僕はもう動機がめちゃくちゃややこしい。そうだから、あの、怒られるかもしんないけど、あんまりギタリストっていうイメージがないやん、ね、あのステージを見てる限り。ギター下手くそなんでね。いや、でも、それこそツイッターとかのつぶやき見てたら、めっちゃギター弾いてるやんか。めっちゃいつも。もう、な、ギター大好きですからね。いや、もうそのまま直列ずーっとこのまま入ってって、そのままジャズコーラスの、そうっす、はい、このままこれ、はい、のインに入るの。インに入ります。じゃあジャズコの方って音作りとか EQ とかどうしてるの。もうセンターとか。一応あ鳴らしながらって感じなんだ。いや、その時もジャズコ僕信用し、ジャズコ信用しっていうか、ジャズコしかほぼ使わないのが、だいたいジャズコの、ミドルって、1キロぐらいなんですよね。あの周波数がで、ベースが100から200、100から50から100って出てて、でトレブルが 1.74 とかにその辺の周波数帯が強く出るんですよ。で自分の声がだいたい100から1000の間を周波数がいたり来たりするんで、音程はだからその間でミドルじゃないですか、うん、ミドルをガツンと減らしてベースをガツンと減らしたらその声との周波数も被らへんしみたいな。そんな感じですね。そうもうだギターの音作りっていうよりもどっちかって言ったら声が抜ける音量が、ね、そうなんだ。その EQ の話になっていくんだよね。そうそう、音質どうこうというか、そうそう、音質よりも本当に声聞こえてほしいんで。え、じゃあごめんね、そっちの方はどうなってるの。でこっちのシンセに関しては今日持ってきてないんですけど、うんうん、あのボスの、 あの GE7 っていうグラフィックイクライザーなので、それで自分の声の細かい周波数800とか800、500とかをちょっと減らしてで、ジャズコに行くって感じですね。あ、これもジャズコ繋がってるの。これもジャズコです。ジャズコ2チャンネル両方とも使ってるんですよ。あ、ほんまや。そうなんですよ。でこいつもこいつはもっと優秀で、アンプ何につなぎますか、 LINE ですかっていうのが全部選択できるんで。あ、そうなの。そうなんです。いや、その中でそういう設定も勝手になっちゃう。設定変えれるんですよ、自分で。へー。家でするときはヘッドホンなんで、まあ、ヘッドホンの選択してみたいな。でスタジオはジャズコーラスだったらジャズコーラスで、ジャズコーラスもインプットに入れますか、それともリターンに刺すんですかみたいな、うーん、細かく指定してきてるんで。すごいね。いや、そこに応じた音にしてくれるっていう。でもこいつってインプットどっから行ってるの。あ、これか、ジャンクションボックスから。いや、こいつもう直でジャズコーラス。あ、ギターから。じゃあそのままもうギターから新鮮に。あ、だからこれ使う時ってそれ専用のギターになる。そうです、もう。あ、これですね。このピックアップの専用ピックアップについてるのこれやん。こいつですね。へぇ、そっかそっか、それでギター持ち帰ることなの。そうそうそう。おぉ。で、このギターにはまあちょっとていうか、Aシャツ着てるっすね。まあ、ちょっと動画用なんで、ね、ユリが好きだ。でもこれでアメリカ村午前中行ってた、昼ぐらい行ってたんですけど、なんかもうめっちゃ怖かったですよね。しばかれへんから。もうしばかれたらどうしようみたいな、もうその恐怖があったんですけど、いやでも
あの負けないぞと思ったら。このチャンネルやったことで、この日はちょっと秘密兵器があって。やったんや。ギターのテルミンが。え、それはあれ？いや、これです。こいつ本体で？あ、ここに。ここに。これそうなの？ギターテルミンです、これ。こいつ。そんなあんの？俺、ギターテルミンっていうエフェクターを買って、この中に埋め込みました。あ、そうなの？そう。おもろ。え、ごめん、いつ使うの？ね、たまにワンマンとかで。あ、そうなの？ただ、お客さんたちは何やってるか分かるよ。動機が多すぎると何の音が生音なのか分かってないんで、あ、うん、完全にパフォーマンスです、僕の。僕のパフォーマンスだけの話ですね。すごい、おもろいの仕込んでるな。いや、もうエンターテインメントのことしか考えてないで、すげえな。もう、え、じゃあごめんね、そのケトナーは、ケトナーは唯一直で鳴らす、やっぱ生の音が一番いいんで。え、それはどっから来てるの？まあ、これは今日は今はまだ何もさせてないですけど。あ、繋いで、あ、そうかそうか。だから結局繋うときはギターから直で。そうそうそう、ギターから直で。これだけを繋いで。そうそうそう。あ、だからこの中で音作りしてるんですね。そうそうそう。もう、これはもう家でやってるんで完全に。ああ。あとはもうアンプに応じて。すごっ。もうキャビのヘタリとかでちょっとハイとかローのイコライジング変わるんで。うん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 。でもこれはもう本当に最近ワンマンライブか、レコーディングぐらいですね、参加するの。これは多分使い始めた時、俺多分見に行った時に教えてくれた。ああ、そう、これアンプなんすよみたいな。そうかもしれないね。これめちゃくちゃいいや、いいっすよね。音はね、本当にいいですね。はあ、面白い。でもこっちを使うことの方が多いんかな、じゃあ。ってわけじゃないんか、曲によってそっち使うのもあるのか。あとライブによってっすよね。そういう瀬取りとかに合わせて、瀬取りに合わせてですね。すげえな、人のボードって面白いな。いやー、なかなか安井さんも、まあ俺のはね、金のかかった。いや、でもお金に関したらそっちの方がじゃない、足元に置いてる中古しかない。これ、あ、そうなんや。メルカリとかで買ってますよ。んメルカリとか中古、あのデジマートで、うん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 、もう一番安いやつをチョイスして。デジマート見るよね。見ますね。あの、欲しいのがなくても見るもん。もうついついね、うん、見ちゃいます。機材なりギターなり、うん、あれはいいサイトやと思う。ちょっと音出しましょうよ。面白い。音量合わせないけどどんなもんなんや。僕も多分音量は何歩でも多分ここに入れますね。ギターの音じゃないねんもんな。そうですね。なんかバシャ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 なってるけど後ろで。人生こんなんあるよね、確かに。あるでしょ、あるでしょ。一つ鍵盤ピッて鳴るじゃんって、その後ろに複数音がいっぱい鳴るやつ。すごい面白い。ボード使うときはもう専用のスリッパ使わないとね。俺何も踏めないんですよ。足がでかすぎてね。スリッパ履いてます。スリッパがないと、細かい姿勢ができないですね。え、ライブの時とかってそんなんやったっけ？スリッパっすね。マジで？スリッパ、スリッパ。ここにもギターシンセあるやんか。ありますよ。
先生の位置ってどこに来てるの？ギター先生は多分ね、歪みを通った後にこいつですね。あ、歪みの後なのか。そうそう、面白いですよ、これにメタル。でもね、あ、結構もう楽しさがこういうとこですね。あ、それが僕ね、憧れるんですよ。じゃあ水さんとか今までこのギターの番組に出て、みんなかっこよい音ばっかり出してるじゃないですか。エッジの効いたバーン、ああいう音はね、もう出せないんででも出せるセッティングあるよそういう音作れるセッティングあるけど、足元にで、
カメラのあずっと撮り続けができなくてデジカメのやつやから30分でしたそう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 